皆さんこんにちは、ゼノシチャンネルのお時間です。今回の動画では先行版のチュートリアルを見ながら準備しておくといいものについて補足していきます。先日実施されたプロジェクトゼロの先行版でなんとかトロフィー600のアリーナ3まで上げることができましたが、最初の方は操作方法を覚えるまでミスもありましたし、バトル中は制限時間があって相手の動きを読む余裕すらありませんでした。約3日間プレイして分かったのは、とにかくアリーナを上げることが重要だということです。このトレジャーボックス、見た目は同じですが獲得したアリーナによって中身が違います。開封時間は3時間と同じなので、いかに上のアリーナでトレジャーを獲得していくかが重要です。この動画を見ることでバトル中の動きやホーム画面の操作を予習することができますので、正式リリースされてスタートダッシュを決めたい方はぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルではプロジェクトゼロに特化した内容をお届けしていきますので、興味がある方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは早速内容を見ていきましょう。プロジェクトゼロはバトルがメインなので、ここからの説明がゲームの中心になります。自分も相手も3体のゼロと1体につき4枚ずつのスキルカードを選んでデッキを作ります。ここで選ぶファイアーボールは陣形無効の単体攻撃ですね。選択済みのスキルカードをキャンセルする方法は、正式リリースの時はもう少しやりやすくなるそうです。ここの並びはステータスのスピードによって決まります。使いたいスキルカードがなくても、使わないと次のスキルカードが回ってこないので、エナジーを考慮しながら回していく必要がありますね。使用したエナジーに応じてとありますが、エナジーを1消費するごとに 10% 溜まっていきます。なので、バトル開始時にエナジーが5。で、その後4追加されるので、少なくとも2ターン目まではスペシャルスキルの発動はないということですね。
スペシャルスキルごとにゲージ消費量が決まっているので、本来は必要な量がたまらないと発動できません。リトルファイター以外の召喚ユニットはスキルカードを使った時ではなく、ターン終了時に召喚されます。読みというスペシャルスキルで毒を与えたのですが、攻撃をするときも攻撃を受けるときも毒のダメージが入っているみたいです。召喚ユニットの行動に関しても、各ゼノが行動し終わった後に召喚ユニットが行動するので、出すタイミングがとても重要ですね。正式版はもっとデータ量が多いと思うので、パンパンになっている方は気をつけてください。チュートリアルが終わると3体のゼノをもらうことができます。ここはクラスもしくはスペシャルスキルを基準に選んでいきたいのですが、スペシャルスキルはどのアカウントでも侍なら斬鉄剣、サイキックならコラプスといった感じで固定されているみたいです。なのでリセマラしていいスペシャルスキルを手に入れるといったことはできないみたいですね。ただもしかするとテスト版の仕様ということも考えられるので、正式版の時は変わっているかもしれません。ここからはホーム画面のチュートリアルです。いろいろ表示されるので動画を止めながら確認してみてください。
トレジャースロットはバトル報酬のトレジャーボックスをストックしておく場所です。 NFT 化されたゼノを何体持っているかによってストックできる数も変わってきます。先ほどチュートリアルでもらったゼノは NFT 化されていないのでカウントされません。トークンプールはバトル報酬としてもらえる U コインの総量です。すべてのユーザーで共通のトークンプールなので自分が獲得していなくても減っていきます。課金して購入できる U コインは制限がないのでここには関係ありません。お次はデッキのチュートリアルですね。ゼノを選んで詳細を見てみると、ステータスやスキルを確認できます。ゼノ自体のレベルアップやスペシャルスキルのレベルアップ、それからパッシブスキルのリロールもここからできます。ゼノ本体はゴールドとソウルストーンというアイテムを使ってレベルアップできます。どちらもトレジャーボックスから入手できるものです。スペシャルスキルはゴールドだけでレベルアップできます。初期レベルから上げるのに2000ゴールドなんでなかなかお高めですね。パッシブスキルのリロールに関してはテスト版だと機能制限されていました。ただ気になるのがボタンが1つしかないという点です。パッシブスキルの1と2がどちらもリロールされるとなったらちょっと考えることが増えそうですね。このボタンを押して陣形、フォーメーションを変更する仕様は正式版ではスライドで移動できるようになるみたいです。ちょっとやりにくかったのでここはありがたいです。スキルカードはクラスごとに10種類以上が用意されます。そのうち5枚がデフォルトでもらえて、アリーナが上がっていくごとに使えるスキルカードが増えていくようです。最初にもらえるスキルカードの中にはレベル7やレベル5のカードもあります。初期設定のままだと違うものが装備されているのでバトルに行く前に忘れずにセットしておきましょう。最初のうちは高レベルのスキルカードを中心にアリーナを上げていくのが良さそうですね。ウェポンやチャームも持っている人は忘れずに装備させておきましょう。最初にもらえるスキルカードはそのクラスのゼノを持っていなくてももらえるみたいです。
ボックスはスキルカード以外のアイテム、ゼノやウェポン、チャーム、NFT ボックスの保管場所です。ここは保有数の上限などはなさそうですね。ゴールド、Uコイン、Gコインはゲーム内通貨で、ゴールドに関しては上限があるのでご注意ください。最後にマイページアカウントとデータ連携の方法です。NFT のゼノやウェポンなどを持っている方は、ウォレットを登録したマイページを持っていると思います。その場合はデータ連携することで反映されるので覚えておきましょう。それからスマホ、パソコン、タブレットで同じアカウントを使いたいときもデータ連携すると反映されます。マイページを連携させた場合でも最初にもらった3体のゼノは引き継がれるのでご安心ください。はい、いかがでしたでしょうか。バトルの流れやホーム画面の操作についてざっくりですがお分かりいただけたと思います。プロジェクトゼノがリリースされてから実際にチュートリアルを進めると思いますが、その時に今回の動画と変更されている箇所もあるはずです。なので今回の動画を参考にイメトリをしつつ、変更があった点は柔軟に対応していく必要がありそうですね。冒頭でも言いましたが、最初はアリーナ上げを優先するのがいいと思います。正式版でどうなるか分かりませんが、先行版では一度上がったアリーナは連敗しても落ちることはなかったんですよね。もしその仕様のままだったら、レベル差を感じるところまで頑張ってアリーナを上げて、ある程度上がったところでゼノやスキルのレベル上げをした方が良さそうですね。始まらないとわからない点もありますが、準備できることもあるので、できるものからやっておきましょう。このチャンネルでは今後もプロジェクトゼノに関する内容をお届けしていきます。わからないことや気になることがあればお気軽にコメントで教えてください。また動画投稿のモチベーションになりますので、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。